7月は六白が中級の年月ですね。六白金星が真ん中に入る月番ということで、六白金星の木が色濃く出るよっていう感じです。あの参議院選があるよね、7月10日に。あの六白って政治って意味があるので、あ、なんか木に沿ってるなって思ってるんですよね。なんで政治とか、まあ軍事とかね、そういう意味もあるんですけど、あと公共のこととかね、国会とか、まあそういう国の感じ、そういうものが注目される月になりそうですね。そして7月はね、あの特徴があって、7月9日10日に彼岸切り替えっていう、半年に一度起きるあの彼岸の、盤面が反対回りに動き出す、まあ簡単に言うと右回りだったのが左回りに切り替わる日っていうのが9日10日なんですね。で10日に参院選なんで、なんか政治も切り替わってくれたらいいのになってすごい希望してるんですけど、そうなっていくかしら。何か今までのね、ちょっと、みんななんか感じてることありますよね、政治っていうか、まあ、世間に起きてること、まあそういうことがこれを皮切り、この9日10日を境に切り替わっていったらいいなっていう希望が私はあるんですけど、まあそこに参院選があるっていうのもちょっと面白いかなって思います。で気学的には、9日10日は、恵方参りがすごくおすすめになります。なので、まあ、9日か10日どっちかが一番いいんですけども、まあ、7日ぐらいから8、9、10、11、12、13日ぐらいまでの期間に行けるといいでしょうねっていう感じなので、ぜひね、恵方参り別に遠くじゃなくていいのでお出かけください。あともう一つの特徴としては、20日から土用入りしますね。土用入りだから土用期間も暑いんじゃないかな。六白中級で8月7日までですけども、7月20日から8月7日まで、ここは体調崩しやすいと思います。夏バテしやすいので、まあ本当それこそうなぎ食べたりとか、夏場よく無理しないっていうのがいいかなと思いますね。で土曜期間は土いじりをしないように、あと壁に穴開けたり、物をなんかこう壊すっていうのかな、大きく、リフォームしたりとか、そういうことを控えるようにしてくださいね。はい、ここまでが7月の傾向で、で今度7月のキチカフェお得デーのお話ですね。キチカフェお得デーっていうのは、彼岸吉報っていう、この気学の基本的な開運方法があって、それのお得デーです。それを私が彼岸吉報のことをキチカフェっていうから、キチでお茶を飲むから、吉報でお茶を飲むからキチカフェって呼んでるんですけど、キチカフェお得デーっていうのが3日間あります。その日にも、吉報にお出かけになって、1泊2泊の宿泊、日帰りでもいいですけども、もしくはお食事だけでもいいので行くと、お得になります。キチカフェお得デーは3日間あります。7月13日、22日、31日の3日間ですね。で、吉報院は1泊から9市までそれぞれ違いますので、それぞれの星のところでお話ししますので、お聞き逃しなくチェックしてください。でキチカフェお得デーって何、彼岸吉報って何って思った方は、キチカフェオンラインサロンを私やってますので、毎月の定例ズーム会、私と直接ズームでつながって、キチカフェ彼岸吉報についてのプチセミナーと質問会やって、キチカフェが不安なくバッチリできるようになる、すごいお得にキチカフェができる情報とかね、キチカフェに関するエキスパートになれるような
オンラインサロンになりますので、そこに入っていただくといいです。キッチカフェオンラインサロンは毎月無料試しから入っていただいてて、そのご案内を私の公式 LINE で月末にしています。今月は25日に募集開始しようかなって思ってますので、もしご興味あれば公式 LINE 入ってもらって、月末の私の案内をチェックするっていう感じでお願いします。はい。七赤金星の星は3つですね。4つなんだけど案件ついてるから3つっていう感じです。だからまあ案件気をつければ4つだよっていう風に取ってもらっていいかな。運勢がいいところに来ています。1番の全体運です。全体運は決断っていうのが出てるんですけども、いよいよ決断する時っていうことです。今まで決断を伸ばし伸ばしにしてきて、だけどもう後がない、もういよいよ決断する時ですよっていうところに来ました。どうですか七赤さん、何決断するんでしょうか、何かありますでしょうか。でその決断の仕方なんですけども、まあ周りに理解してもらえるように、なんていうのかな、強引な決断はしない、強気で強引で後ろを振り向かないで決断するっていう感じではなくて、周りに理解をしてもらうような、まあ、説明を加えていくっていうかね、決断に至るまでの自分の推移みたいな、なんか話が固くなっちゃった。何しろどうして決断したのかっていうことを説明していくようにした方がいいかなと思います。案件があるので、あんまり強引にやるとなんかこう反発買っちゃうかもしれないっていうことですね。はい。なんで決断するところに来てますよっていうことです。そしてまあ北西なので充実するし、結果が出るっていう場所ですよね。結果が求められるし、結果が出る、何かしらの結果が出るっていうところになりますので、まあその決断してから結果が出るのか、決断するから結果が出るのか、何しろそんな感じ、ちょっとこう、ふざけた1ヶ月にはならないかな、割と真剣勝負の7月っていう感じになりそうですね。はい。そして2番のストロングポイントは、結果が出るところなんですけども、目上との関係が大切になります。まあ、ご両親、もしくは会社の上司、まあ何でしょうね、自分の所属している組織の目上の人との関係が大切になりますので、きちんと対応してください。ちゃんと真面目に着実に堅実に行うっていうことですね。チャラチャラしない方がいい。まあ、七赤さんってチャラチャラした魅力あるんですけど、なんか今月はダメみたい、チャラチャラしちゃ、7月はね。そうすると六白の上北西海座はスポンサー運っていうのがあるので、目上から応援してもらえるよっていうことになりますので、目上の関係をきちんと着実堅実真面目にやると応援してもらってストロングポイントになるよってことですね。まあ、あんまりこう歯向かわない方がいいですかね。七赤さんってね、歯向かってるつもりなくてもね、なんかこう、そのご意見は反対意見なんでしょうかっていうようなこと言っちゃうんだよね。なんか感想みたいな風なつぶやきでもね、なんかそれはなんかイチャモンつけてんのみたいな感じになっちゃうので、そういう反発してなくても反発されちゃうので、まあ真面目にちょっと 無口っていうか、上司とか目上の人と接するときはあまり言葉数増やさない方が賢明かもしれないですね。誤解されやすいですね、その辺が。はい。
ということで3番のウィークポイントですね、今言っちゃいましたけど、まあ、上の人を批判するような傾向がある七席なので、本人はそのつもりないけど、まあ、周りの人から見ると批判だよねあれっていうような感じなんでしょうね。なんでそこが注意になります。そして六白の上、北西海座は期待が大きいって言いますか、重要案件がやってくるんですね。その時に七席はなんかいい加減とか面倒くさがりっていうのがあって、で口もなんか達者っていうか、なんか結構平気でできませんやりませんとか言っちゃうんですね。それがちょっと、もったいないかなって感じがしますね。期待が大きい、重要案件を任せようとしてるわけですから、周りはできますできますというか、分かりましたって引き受ける、大変だけどね。そうすることで予想外に良い結果になります。予想外っていうのは案件札がかかっているときは予想外っていうのがつきますので、だけどまあ案件札があるからやりたくないしできないって思っちゃうし、めんどくさいなと思っちゃうっていうね、そこをうんと頑張ってやると予想外の良い結果になって、星が3つから4つっていう風になりますので、頑張ってほしいです。はい、なんかちょっと7月はいい加減な七席さんじゃダメみたいですねちょっと残念ですけどね、楽しいんですけどね、そういう七席さんもね。はい、じゃあ続いて4番、七席の特徴ですね、星の特徴で七席、今月は居酒屋っていうのを取り上げてみました。七席のね、特徴、居酒屋があります。なんていうのかな、居酒屋っていうと高級なものっていうイメージないじゃないですか。七席は食べ物とか、担当なんですけど、 B 級グルメみたいな庶民的な食べ物っていう意味があって、居酒屋いいんですね。で、七席の代表的な食べ物である焼き鳥とかね、居酒屋に必ずありますので、居酒屋っていうイメージがありますね。そこからなんかどんちゃん騒ぎとかね、悪ふざけみたいな、そういう意味も七席はあるんですね。なんで七席さんは楽しいお酒、美味しいお酒、居酒屋でこの食べ物が美味しい、あの食べ物が美味しいっていう風に楽しく美味しく、お酒とおつまみで楽しむっていうことはいいんですけど、なんかちょっと飲みすぎちゃって口が達者になっちゃって、ちょっと口の失敗とか、あとはちょっと男女間のイチャイチャ系ですねイチャイチャ系の失敗とか、そういうの注意になりますね。まあ七席のね、共作用で男女のスキャンダルみたいなのあるんですけど、イチャつくとかいうのも共作用じゃないかもしれないけど、イチャつくっていうのもね、七席ありますので、まあね、居酒屋にいろいろこうちなんで、そういう居酒屋の世界ではそういうことがありそうじゃないですか。なんかね、そういう七席さんなんですね。だから美味しいお酒、楽しいお酒、サービス精神旺盛なお酒、そういう美味しい居酒屋あるよっていう感じで七席さん誘ってあげると喜ばれる。そこで飲みすぎて口の失敗、あとそのイチャイチャ系の失敗注意してねっていうことになりますね。はい、今月は居酒屋を取り上げてみました。で、続いて5番、ラッキーアイテムですね。七石金星のラッキーパワーストーンはギベオンになります。隕石ですね。メテオライトっていう言い方も最近はされてますね。私はギベオンって呼びますけども、銀と金と銅みたいな色があります。隕石で地に足つくグラウンディングができる石って言われてますので、まあちょっと今月はね、チャラチャラふざけないで真面目にねっていうことで、ギベオン身につけると力を貸してくれるんじゃないでしょうか。
そしてラッキーフードはトンテキですね。豚肉です。トンテキおすすめになります。そしてラッキープレイスは都会です。大都会、都会。なので、キッズカフェお得デーにね、都会にお出かけになって、まあ、なんでしょうね、官庁とかね、国会議事堂とかね、そういう公共のなんか国の公共施設みたいなところもおすすめなんですけども、まあ、大都会、都会にお出かけになるといいです。じゃあそのキッチカフェお得デーに七席金星が行ける方位が、北、南、西になりますね。はい。13日は西が行けなくて、22日は南が行けないです。そして、個人的に行けない星の人が、北と南は月明一泊、月明時刻は行けません。そして西は月明四六、月明八泊が行けませんとなっています。7月に入って、この7月の運勢動画のフォローアップライブをやろうと思います。まあ、毎月やってるやつですけど、7月16日の土曜日に7月の運勢フォローアップをやりますので、7月が始まってね、不安がある方とか、まあ、調子がいいですとか、全然違うんですけどとか、特に時刻さんなんかね、不安があるかもしれないので、7月始まっちゃって、すでにもう風邪ひいちゃってとか、なんかそういう悲しい報告とかでもね、ありましたら、ライブ動画で愚痴ってもらってもいいですし、まあ7月16日の9時にライブに遊びに来て質問してください。